こんにちは、ヒロゲーです。はい、今回動画のタイトルの通りなんですけど、私ヒロゲー、ちょっと動画投稿をお休みさせていただきます。まあ、結論から言いますと、編集に使ってるパソコンが、壊れました。ことの発端申し上げますと、編集中に、お茶を飲んでた際に、お茶を飲んでたコップが、パソコンのキーボードに壊れてしまって、そこからも早急に拭いたり、ある程度の応急処置はしたんですけど、で、朝起きたら勝手に Z ボタンが連打されていたり、あと電源ボタンを押してないのに勝手に再起動したりと、結構ちょっとやばかったので、で、今パソコンはもう修理に出しているので、まぁ、ちょっと実物とか症状は見えないんですけど、まぁ、とりあえずパソコンの修理が終わるまで大体まぁ1週間以上かかるみたいなので、とりあえず10月の中頃まではちょっと動画投稿を休ませていただきます。まぁ、今回は完全に僕はお茶こぼしてしまったのが原因なので、これは本当にもう仕方ないかなって思っております。で、今この動画編集しているのは僕が前に使っていた MacBook Pro を使っていますので、ちょっと画質が低下してたり、テキストとか少なくなっているんですけど、まあ一応かろうじて編集はできるものの、僕が撮ってる動画は基本的に 4K の動画で、今編集で使ってるパソコンは 4K の動画はもうほぼほぼ編集不可能なので、とりあえずパソコンが治り次第 MX や YouTube の投稿でお知らせしようと思いますので、パソコンが治るまで動画投稿はお休みさせていただきます。動画楽しみにしてる方には本当に申し訳ないと思っております。はい、以上ヒロゲでした。ありがとうございました。